皆さんこんにちは、野沢こと野沢美里です。今ニョキニョキっと来ている注目の方にお話を伺うインタビューバラエティ、水曜のニョッキ。今回のゲストは大友花恋さん、桜田ひよりさん、水谷果歩さん、青木純奈さんです。わー8月1日と2日に開催される音夏祭、軽音ガールズイベントにご出演ということですが、どのような内容になっていますか？それぞれの特技を披露したり、歌ったり、踊ったり、お芝居したり、握手会したり、いろんな内容が盛りだくさんになっている楽しいイベントです。それぞれ違うことをされるんですか？そうです、グループになっていたり、個人でやったり、ひよりちゃんは一人芝居をしたりとか、ね、私もあることを練習していたり、はい、たくさんいろんなことをするのでとても楽しめると思います、はい、じゃあ桜田さんは一人芝居で、はい、他の3人はみんなグループで、はい、まだ内緒なんです。昨年も同じイベントがありましたが、はい、なんかどうでした？すごく、はい、全員が緊張していたので、はい、練習たくさんしてきたことはあったんですけど、はい、あどうしようどうしようって、もう後ろではみんなすごいドキドキしちゃったりとか、はい、すごく慌ただしく動いていたので、はい、今回は全員が余裕を持って落ち着きながら楽しみながら、はい、皆さんと触れ合えるイベントにしたいなって言ってます。今年のイベントと去年のイベントは違いはありますか？お芝居は去年は2グループに分けてやったんですね、はい、で、2公演だったので去年は、はい、それで交代番号で違うお芝居をして、でも今回は全員で一緒のお芝居をやるので、はい、なんか本当盛り上がるんじゃないかなって思ってます。なるほど、どんなお芝居か気になります。学園ものの、学園ものなんですか、はい、そのみんなで制服を、あ、かわいい、何か他のコスチュームとかは着られたりするんですか？あ、浴衣、そうです、浴衣夏祭りっていうことで浴衣着たりします、はい、去年も浴衣は着たんですけど、はい、それぞれのイメージに合う色を着てたり、はい、意外だったけど似合う色を着てたりとか、とてもワクワクしたので、今年は誰がどんな色を着るか楽しみです。今年のイベントに向けての意気込みを教えてください。私は去年と違ってさっきも言ったように一人芝居をやっていて、今すごい練習をしてて、その一人芝居の中でこうなんて言うんだろう、何人も役をやるのですごい難しいんですけど、もうすごい頑張ってるのでそこが見どころです。一人芝居はもう生まれて初めてですか？生まれて初めてです。生まれてちょっとしか経ってないんですけど去年よりも全部がレベルアップしているので、はい、来ていただける方にもとても楽しんでもらえると思うし、はい、4公演もあるので、はい、たくさんの人に見てもらえるっていうのがすごく楽しみです、はい、去年よりも多分みんなにいい意味で余裕が持てる部分があると思うので、はい、なんかすごい私たち自身がまず楽しみたいし、見てる人も楽しんでもらいたいし、はい、本当に名前の通り夏祭りっていうイメージがあるので、はい、本当お祭りみたいにみんなで楽しめるイベントになったらいいなって思います。でそれぞれみんなが出し物みたいなことをしたり、はい、そのお芝居の台本でも結構みんなの個性が出るような、はい、台本になってたり、すごいそれぞれのなんかいろんな一面をすごい見てもらえるようなイベントになってるんじゃないかなと思うので、すごく楽しみにしてほしいです。にゃーき、はい、ここでより皆さんの素顔に迫ってみたいと思います。イエーイ指差しゲーム。この中で一番おしゃべりな人は、おしゃべり、せーの、はい、やったー、全員喋りですか？喋る、好きなことになるとすごい喋る。なるほど、何か趣味とか、なんか、はい、
分みんなが言ってるのは、はい、漫画がすごい好きで、なんか特に去年1年は受験で止められちゃってたんで、はい、もう喋りたくてしょうがなくてそれこそ去年のイベントの練習の時とかも空き時間あるとみんなにずーっと言ってたら、ちょっといい迷惑だなみたいな。でも好きなものあるとみんなにも好きになってほしいじゃないですか。人によっております。この中で一番面白いと思う人は決まりました。決まった。せーの、じゃん。お、あ、かほちゃん。かほちゃん、ひたりさん、くれんちゃん、ひたりちゃん、じゃあお二人とも。まず水谷さんはどうして面白いと思われますか？かほちゃんはなんか、はい、何してても面白いんです。何してても面白いし、喋るとすごいなんか面白い。ぼーっとしてても面白い。なんかすごい最近、おひよりちゃんにぼーっとしてることを指摘されるね。カレンちゃんと一緒に、あ、またぼーっとしてるねって思って、どこ見てるんだろうねって話してて。ぼーっと、何か考え事とかされてるんですか？なんか、今ぼーっとしてたって聞かれるんですけど、うん、別になんだろう、あの、することがなかったから動いてなかっただけで、考えてるわけじゃない。ぼーともさん、なんで？すごい挙動不審なんですよ。なんか会話とかしてても、はい、なんか私も割とそうなんで人のこと言えないんですけど、この辺で手を割と動かして、この間も言われてすごい言葉よりも動きで気持ちを伝えてくるタイプなんですよ。ジェスチャーも多いし、なんか突然変な行動をしたりして、してないよ。多分ね、意識がないだけしてるんでしょ。ジェスチャーの面白いところは、はい、なんかもう、あの、真剣にそういうところをやる。真剣本気でやってる。面白いこととかをするときに、なんかふざけてやるんじゃなくて全力でやってくれたり、ちょっと準備したいからちょっと待ってみたいな。ちょっと待って、そんな正しくないよ。今は面白いと思ってない。私は、あの、伝えたいことがあったらそれを全部伝わるように。あ、もう動いてる。この中で一番しっかりしている人は、せーの、はい、こんなにしっかりしてない。あ、一番最年少で。そんなにしっかりしてない。だって変なことしないし、本当に多分、はい、一番しっかりしてるね。一番しっかり、中学1年生で。なんか喋ってると全てを悟られちゃう感じがなんか見抜かれてる感じがする。そうなんですか。話してて、はい、大人の人と話してる気分になるんですよ。なんか普通にはしゃいでる姿とかは全然、はい、まあ、中学生だなって感じするんですけど、なんか見てると自分もしっかりしなきゃって思うんですよ。そうなんですか。こんな中1のこんな可愛い子も頑張ってるから、はい、自分もしっかりしようっていつも見てて思います。にゃーき。はい、ノーザのお絵かきコーナー、イエーイ。今回はゲストの皆さんを描いちゃいます。それではスタート。皆さんは絵とか描かれますか？ちょっと前ね、ちょっと前ね、それは漫画で学んだ感じですか？漫画みたいな。漫画読んでて、はい、幼い頃から何か幼い子に漫画家になりたいみたいな。みんなちょっとそういうの抱く時期ってあるじゃん。誰しもがさ、抱く時期ってあるじゃん。すごい上手。あの、真似も上手だし、一から描くのも上手。本当ですか。光栄です。できました。早い。せーの、じゃーん。皆さんに分かりますか？多分一番ちっちゃいのが私だと思う。ピンポンです。おー、やったこれ。これでも、これの顔はオレンジですか？あ、これは皆さん、ケンオンガールズの人もとか。あー、飴なんです。飴だ。はい、本当だ、かわいい。なんか皆さん、飴っぽいなって思って、なんか甘くて、酸っぱくて、で、あの、3人は
今ちょうど高校生ということで思春期でいろんなことを感じているかなと思って、こうぐるぐるうずいろんな気持ちが渦巻いている様子を緑の人すごいぐるぐるしてるよ緑の方、青木さん渦巻いてる渦巻いてる、すごい、抜かれてる感じ。ちっちゃいキャンディーの頃こういうキャンディーはい、怖い、まだそんなにぐるぐる渦巻いてないかなと思ってどうですか、皆さん似てますか？カレンちゃんがピンクですか？あ、違います、カレンちゃんがオレンジで、元気そうな、うん、オレンジのイメージで、カホちゃんピンクっぽい、似てます、なんか思ったよりすごい深いね、深いにゃーき。フジテレビの月曜9時、恋中に山城ここね役で出演しています。私が演じるここねは、病気の女の子なのですが、とても明るく元気な性格の持ち主です。皆さんに共感していただけるよう、楽しんでいただけるよう精一杯頑張っています。ぜひご覧ください。 TBS 日曜劇場のナポレオンの村に鈴木環奈役で出演させていただいています。私は村の役所で働く24歳の女の子の役を演じています。皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。 TBS テレビ60周年特別企画レッドクロス女たちの赤髪に看護婦生徒の役で出させていただいています。すごいスケールの大きいドラマになっています。ぜひ見てください。今週の土日に放送します。よろしくお願いします。せーの、水曜のニョッキー。